こんにちは。Amazon サポーター堀秀夫です。オーストラリア Amazon 無料スカイプ相談。日本の商品をオーストラリア Amazon で売れば本業並みに稼げるチャンスです。初心者にも優しい副業。Amazon で稼げば好きなことに取り組むことができます。まずは無料相談を受けてください。12月31日まで無料相談受付中です。こちらにメールアドレスを入力して、無料相談を受けるをクリックしてください。なお今、YouTube 動画でこの動画を見ている方は、YouTube 動画のコロナにはメールアドレスを入力できませんので、動画の説明欄にある URL をクリックして、こちらからお申し込みください。一足先にサポートを受けて、Amazon に取り組んでいる会員さんの実績を紹介します。まずは、4年1ヶ月サポート継続中の飲食店のオーナーさん。コロナで営業自粛中にオーストラリア Amazon 輸出に取り組みました。FBA を使えば隙間時間に商品を探して Amazon に送るだけというのが Amazon 輸出を始めた理由です。目論見通り本業並みに稼げるようになりました。売上3万ドルを突破しています。そして次の実績は9年3ヶ月、長いことサポートを受けていただいています。オーストラリア Amazon とシンガポール Amazon に取り組んでいます。月売上は1万ドル、利益は3000ドルです。九州にお住まいで割とブラックな会社にお勤めの会員さん。2013年に私が出版した本を読んだのがサポート開始のきっかけです。本業プラス20万前後の収入を得られるようになりました。現在は初心者向けのオーストラリア Amazon 輸出のサポートもしています。実績3、6年1ヶ月間サポート継続中。月売上1万ドル。乳幼児の子育てをしながら Amazon 輸出に取り組む会員さんです。ヤフオクと楽天で韓国から輸入した商品を販売していました。しかし、日本国内での販売はトラブルが多く、途方に暮れていたところ、私の Amazon 輸出のサポートを見つけていただきました。現在は2人の乳幼児を育てながらオーストラリア Amazon 輸出に取り組んでいます。実績4。7年3ヶ月サポート継続中。月売上2万8000ドル。長崎県にお住まいの失業中に Amazon 輸出を始めて本業にした会員さんです。体調を崩して失業中に私の Amazon 輸出のサポートを見つけていただきました。直近の相談内容は、以前からやりたいと思っていたことをやりたいと。個人的に外国人向けの旅行ガイドをやってみたいと思っていたので、英語の勉強や実際の稼働に時間を取っていいものか、お金にはならないと思います。もう一つがプログラミングの勉強。副業にできるレベルになればいいのですが、一度取り組んでみた上で、無理そうだったら趣味程度に終わっても構わないと思っていますと。それぞれお金にならなくてもやりたいことをやってみたいというのもね、Amazon 輸出で稼げるようになったおかげです。そして、売上3万ドル突破。中国にお住まいの会員さんです。11年4ヶ月間サポートを継続していただいています。アメリカとオーストラリアを足すと売上5万ドルです。この会員さんの本業は日本国内向け物販の中国輸入サポートでした。しかし日本での物販は稼ぎづらいのでサポートも稼ぐことができませんでした。私の YouTube を見て輸出の方が効率よく稼げるのではないかと考えてサポートを受けていただきました。目論見通り Amazon 輸出を本業にして稼いでいただいています。現在は相乗りを防ぐため、ブランド登録の活用方法をサポートしています。世界的に見て、日本の物価は非常に安いです。物価の安い場所から物価の高い場所に物を動かすのが物販の原理原則です。日本に住んでいるなら輸出ビジネスで稼がないのはもったいないです。なお、それぞれのね、会社の実績、動画もありますので、詳しくご覧になりたい方は動画も見てください。今年、12月31日まで、無料相談を受け付けています。こちらにメールアドレスを入力して、無料相談を受けるをクリックしてください。Amazon 輸出サポーター、堀秀夫でした。